皆さんこんばんは、島田玲奈です。今日も12レース大村の優勝戦予想していきたいと思います。なんと今日が最後、やばいです、やばいです。ランキングも回収率も本当にやばいので、どうし、まあ今回は優勝戦、しかも大村で位置が硬いんだろうなって思う気持ちはあるんですけど、まあ一頭で勝って硬いのが来て当たったとしても負けてしまうので、もう今回は思い切って一頭はなしで予想してみました。私の予想はこちらです。じゃん、3-4-1-3-4って感じです。展開はですね、まあ、スタートが早い、スタートが出てる野中選手がスタートしっかりまくって刺し、まくり出してくれて、でそうなると宮野原選手にも展開があるかなと思いました。まあ1が飛ぶってことは、まあ、まずないかなと思うので、まあ1着、あ、違う、2着3着に1も絡めて1-3-4だけで絞って考えてみました。いかがでしょうか。まあもう完全に、もしも2号手の新海選手がスタート思いっきり出て完全に壁になってしまったらちょっと終わっちゃうんですけれども、信じて、そう、基本は3の頭が本線かな。野中選手の1着の3-1-4-3-4-1が 本線かな。でオッズも多分こっちの方が安くなると思うので、ここ3000円、まあ4頭がもしもその展開があって宮野原選手がしっかり刺してもう1着いってくれれば、多分こっちの方がオッズ高いと思うので、私的にはとっても嬉しいので穴ですね。4-1-3-4-3-1、まあこの展開難しいかな、どうなんだろうと思うんですけれども、これで貼ってみます。これ当たってくれないと本当にちょっとねやばいのででも当たったら結構いいんじゃないかなと。まあでも大村さんやから1号艇が逃げるのかな、逃げるのかな。まあ1や頭も押さえとこうかなって思ったんですけど、硬いの当てても本当にもうどうしようもないぐらい負けちゃってしまってるので、これで絞っていきたいと思います。こんな感じです。今日はですね、ボートレース玉川で1日予想やってたんですけれど、12日、今日12日なんですけど、めちゃめちゃ当ててっていうかね、めちゃめちゃ当てたっていうか、当たったのは2-3レースだけ、2レースか3レース12レース中だけなんですけど、結構大きいのが当たって、1回2万円の軍資金が8万ぐらいまで上がって、まあ、そっから2万5千ぐらいぶっこんじゃったんで、最後結局手元に戻ったのは4万3千ぐらいだったんですけど、結構調子良かったので、今日はなんか私自分の勘を信じてちょっと自信持っていきたいと思います。ってことで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。当たりますように。それでは島田玲奈でした。バイバーイ。